柴田匠君。柴田匠です。宝塚ご出身の松先生の後にやるのはいつもちょっとやりにくいんですが、21分間一つよろしくお願いいたします。さて、改めて言うまでもありませんが、民主党はですね、先の総選挙で、天下りを根絶し、税金の無駄遣いをやめれば、そして予算を組み替えれば増税することなく、このマニフェストに掲げた政策を実現できると、こう言って政権を獲得されたわけでありますが、しかし結局のところ、天下りは巧妙に拡大をされ、またこの税金の無駄遣いのキャンペーンはパフォーマンスに終わり、そして予算は組み替えられないままに政権3年目を迎えているわけであります。そしてあろうことか、先ほどからもお話が出ておりますが、この自らのばらまきによる歳出の肥大化や、あるいは民主党政権のですね、姿勢のこの後始末というか、尻拭いをいわば増税ということで賄うべく、野田内閣一生懸命この増税一直線に突っ走っているという感じであります。私どもみんなの党はご存知の通り、増税の前にやるべきことがあるだろうというのはぶれない一貫した政治姿勢、政治信条でありますが、今は安易に増税に頼るのではなくて、具体的なこの無駄の税金の無駄のですね、削減策をしっかり講じること、あるいはこの余裕資金や埋蔵金というものの発掘や活用というものを真剣にまず考えるということが大事だということを改めて申し上げたいと思います。そういう中でこの22年度の決算は、先ほどからも指摘がありますように、鳩山内閣で編成をされ、鳩山菅両内閣で執行されたわけでありまして、民主党政権そのものに対する真の評価、通信簿だと言っても過言ではありません。されどこの会計検査院によればですね、過去2番目になる4283億円の指摘を金額を受けておりますし、これは過去2番目に大きい金額でありますが、また後で触れますように、特別会計、独立行政法人などにも巨額のこの眠っている資金などがあるということなどなど、依然国の事業はですね、無駄や不正が後を絶たないのが実情であります。これやはり民主党のこの無駄遣い撲滅に向けた不熱心さというか、取り組みの不十分さを如実に表しているものだと思いますが、そういう意味でもこの政権交代後一貫してですね、政権の中枢におられる総理、財務大臣、財務副大臣、財務大臣、総理大臣と、この2年半近くその座におられるわけでありますが、最も反省をされてしかるべきお一人だと、そう思っております。このことは先の代表質問でもお聞きをしたのでございますが、こういう今回の決算が出たことがですね、は真摯に受け止めるという答弁はなさいますが、反省なり謝罪なり、そういった言葉が一言も出てこなかったことに大変違和感を覚えました。総理はですね、こういう決算が出ること自体、やはり、国民に対して大変申し訳ないという気持ちを持たれてしかるべきだと思いますが、本当にさらさら微塵もそういうお気持ちがないのか、総理にまずお聞きをしたいと思います。野田内閣総理大臣。柴田委員に本会議でも お尋ねいただきましたけれども、平成22年度の決算検査報告におきまして、歳出全般にあたって無駄の排除を厳しく求められている中、件数で568件、指摘金額4283億円と、数多くの指摘を受けたことは、私としても誠に遺憾なことと認識をしております。こうした指摘を真摯に受け止めまして、平成24年度予算への反映状況、例えば住宅金融支援機構に対する政府出資金規模を見直しをしたり、減額をしたり、エネルギー対策特別会計の周辺地域整備資金、これについても指摘を受けて見直しをしたり、等々の取り組みをしてきたところでございます。柴田匠君。今もですね、十分に申し訳ないなという気持ちが全然伝わってこないのでありまして、おそらく総理ご本人にもそういうことがないのではないかと、残念に思ってしまうんでありますが、やはり、そういうことだから、このばらまきの後始末を増税にということになるのかなと思ってしまうんですが、ぜひ総理にはもっと謙虚になってもらいたいものだと、そう正直思います。また、今回のですね、独法特会の改革案も出ておりますが、これもまさに非常に不十分なものだと、改めて指摘をしたいと思っております。
この独法で言えば102から4割削減して65法人ということでありますし、特会は17から11に削減するということでありますが、このいわばですね、消費税の増税を睨んで、まあ、行革への取り組みをアピールをしたいのだということだと思いますが、本来はマニフェストの財源を生み出すはずだったこの独法特会の改革がですね、今は増税の地ならし的な役目を担っているのは非常に皮肉なことだと指摘をせざるを得ないと思いますし、中身もこの民営化や、あるいはこの廃止という順延が少ないわけでありますし、目標としていた当初、まあ、5割程度にという目標にも届いていないわけでありますし、まあ、こういうことでは組織的な実態は逆に生き延びる可能性が大だと言わざるを得ないと思います。そして何よりも、私どもが何回もお聞きをしているわけでありますが、じゃあこれによってどれだけの財源が出てくるのかと、このことについてもですね、まあ、いくらか定量化できないという答弁に終始をされております。総理もですね、まあ、これによっていろんな効果は、節減効果は期待できるということはおっしゃるわけですが、いくらか定量化できないということでありますけれども、まあ、ご案内のように民主党はですね、この積年の無駄の、一掃すれば、財源は出てくる。独法特会改革によって先ほどもパネルがありましたが、そういったことなどによって6兆1000億の財源が出てくると言って政権を獲得されたわけですから、今回改革案を出すにあたって、どれだけが出てこないというのは極めて不思議なことだと言わざるを得ないと思います。後でまた触れますが、私どもの代表の渡辺芳美代表がですね、行革担当大臣だったときに渡辺プランをまとめた際には、例えば平成20年度は1569億円という削減、目標を示しておりました。だから絶対にできないことはないと思っているんですが、本当に総理としてはこの資産を出す気持ちが全くないのか、お尋ねをしたいと思います。岡田担当大臣。まずお答えする前にですね、まあ、委員、今おっしゃいました、まあ、我が党のマニフェストに対するですね、コメントですが、独法特会等で 6.1 兆円を捻出するというふうにマニフェストで謳っているのではないかと、それに対して、数字が十分ではないと、まあ、そういうご指摘をいただきました。まあ、我々確かに 6.1 兆円をですね、さまざまな改革で出すと、消費とか補助金とかですね、まあ、そういうことをマニフェストで明確に指摘をしておりますが、独法特会だけでとは言っておりませんし、今の委員のご指摘見ておりますと、独法特会、あるいはそれプラスアルファぐらいで 6.1 兆というふうに言っているように聞こえますので、そこはそうではないということは、まず申し上げておきたいと思います。その上でですね、まあ、今まで政権交代後、独法に関しては、約2兆円の不要資産が国庫納付されました。それから、まあ、独法の予算というのは大体3兆円強であります。それが、現在では1割削減で、3000億減っているということでございます。実は、今年度は、もう少し、減ったわけですけれども、まあ、いろんなこの大震災もあったりして、その分で増えている部分もあります。まあ、いずれにしても基本的に1割は少なくとも減っているということは申し上げておきたいと思います。で、今回の改革によって、どれだけ減るかということですが、まあ、私はあえて、まあ、この改革は私、大臣に就任してから、閣議決定をしたわけですが、あえて数字は言わない方がいいというふうに判断をいたしました。今回、ガバナンスを強化して、そういった、無駄、そういったものが今後生じないような体制を作るというところに、主目的がございます。あまり、仮定の数字をまず置いて、そして、数字合わせをするよりは、そういったことが起きないための、まあ、仕組みをしっかり作るということに重点を置かさせていただきました。もちろん、理事長の数は統合すれば、その分減りますし、あるいは、まあ、今までの経験から言うと合併すると中間経費は2割ぐらい減りますので、そういうことは言えると思いますが、まあ、いずれにしても実績をこれから見ていただきたいというふうに申し上げておきたいと思います。柴田巧君。都合のいいときは数字を出してですね、都合が悪くなると数値目標を出さないというのは非常に私はおかしいことだと思いますし、今からだって資産を作ろうと思えば、もし今ないのならば本当に、作ろうと思えば作れるはずだと思います。従って、
ぜひですね、その試算を出すべく、またそうでなければ私らは、国民の理解を私は得ることはできないと思いますが、その点、いかがですか、総理にこれはお尋ね、総理にお尋ねをしたいと思います。岡田担当大臣。まあ、これは、いろんな過程を置いて数字を出すよりは、実績を見ていただきたいというふうに思います。まあ、これはいろんなやり方あるかと思いますが、私自身は、まあ、いろいろ数字を置くと、またそれが課題であったりすることもありますので、これから1年、2年とですね、我々のやり方を見ていただければ、しっかりとした無駄のないですね、まあ、そういった運営がどっぷりにおいてなされるということを申し上げておきたいと思います。柴田拓君。まあ、あまり期待できないなということを感じてしまいました。それでは、時間もありませんので、次に移りたいと思いますが、まあ、先ほども触れましたが、平成19年にですね、いわゆるその、独法の整理化、整理合理化計画、いわゆる渡辺プランというのはできましたが、政権交代後、まあ、それを凍結をするということになって、今日に至っているわけですね。まあ、したがって、一つにはなかなか独法の改革が進んで、来なかった。できてないのはまさに凍結をしたから、だと言ってもいいと思いますし、また中身的にもですね、結局はかなり、後退してしまったと言わざるを得ません。例えば、大物独法と言われる、この住宅、都市再生機構とか住宅支援、機構などのですね、結論は先送りになりましたし、この省庁の壁を越えて、例えば研究独法などを大胆に再編しようという考え方も随分後退をしてしまったと思っております。まあ、こうやってですね、時が経つ中で、遅れてなおかつ内容も極めて不十分なものになったと思いますし、当初プランにあった、この独法省庁のこの子会社から国民の財産にしていこうという発想そのものが大きく欠落してしまったと思われますが、この改革が遅れた、まあ、凍結したことによって改革が遅れてしまったということ、そして中身も後退をしてしまったということに対して、総理はどのようにお考えになっておられるかお聞きをしたいと思います。はい、岡田担当大臣。委員ご指摘の渡辺プラン、まあ、それを凍結してもう一度きちんと見直そうということでやってまいりました。ただですね、まあ、渡辺プランの中で書かれたことで、それがそのまま今回の独法改革につながったものもございます。それはいいものを我々ですね、しっかり取り入れさせていただいたということで、例えば幹事機能の強化をはじめとする法人の内部ガバナンスの強化とか、あるいは目標評価の仕組みの構築とか、役員任命にあたっての公募の活用とか、それから法人から関連会社への再就職の規制、まあ、こういったところは、渡辺プランも参考にさせていただきながら、我々の改革の中に取り込んでいるところでございます。まあ、省庁の枠を超えた、そこが十分ではないんじゃないかということですが、実は海外におけるですね、国際業務を行う4法人の海外事務所の機能的統合は進めるということにしております。そして国際交流基金と国際観光振興機構の統合についても、今年の夏までに結論を得るということにしております。まあ、最後に都市再生機構と住宅金融支援機構について、ご指摘いただきました。まあ、私もですね、いろいろ独法改革、まあ、実は大臣に就任して、もう独法改革の最終盤に来てたんですが、そういう中で、都市再生機構と住宅金融支援機構だけは、まあ、非常に大きな独法ですし、もう少し外部の視点も取り入れて、議論した方がいいと、根本的な議論をしようということで、少し別にさせていただいて、今年の夏までにしっかり結論を出すと、3月いっぱいまでに方向性を出すということで、今、まあ、かなり回数多くですね、議論を行っているところでございます。また、いろいろご指摘をいただければありがたいと思います。柴田拓海君。まあ、とにかくですね、遅れた挙句、この官僚主導の、まあ、省庁の枠の中でしか、ほとんどものを考えない、そういう、まあ、改革、もどきの、この特会、独法特会改革になっていると、改めて指摘をしておきたいと思いますし、これから我々はしっかりとまたチェックを、していきたいものだと思います。さてですね、次に先ほども、自民党の若林、先生からもですね、ご指摘がありましたが、この、
特別会計の剰余金、積立金のことについてですね、触れさせていただきたいと思いますが、会計検査院などの調べによりますとですね、この一般会計が、いわばその借金で大変なことになっているに対してですね、この特別会計、独法もそうかもしれませんが、非常に豊富に眠る資金が際立つということになっております。これは昔、塩川元財務大臣が、母屋ではおかゆをすすって離れてすき焼きを食べているという例えをされましたが、その実態が、政権交代になっても変わっていないということだと思いますが、そのうちですね、時間もないので、簡潔に申し上げますけれども、先ほども指摘がありましたが、21年度における、特会の剰余金のうちですね、翌22年度分の歳入に繰り入れたものの、22年度中に活用されなかった剰余金が、1.8 兆円以上あると。いうことでですね、いわば事実上塩漬けになっているものがあります。つまり使うあてがないままに溜め込まれたりですね、十分に活用されていないというのが実態だと思うわけですが、特会法によればですね、この剰余金の活用については翌年度に繰り入れる、あるいは積み立てる、一般会計に繰り入れるという一応3つのルール、3通り定めてありますが、どれに振り向けるかはこの所管のですね、官庁の判断に委ねられるということですけれども、やはりこういう、塩漬けになるような剰余金が出てくるのを防ぐ、またそれを有効活用することからもですね、できるだけ一般会計に繰り入れられるようなルールに、やっぱり変えていく必要があるんじゃないか。剰余金処理のルールをこの際見直したらどうかと思うんですが、どのように考えておられるか、総理にお尋ねをしたいと思います。安住財務大臣。はい、ご指摘のように、1.8 兆の剰余金の指摘はそのとおりでございます。ですから、できるだけそういう意味では、基本方針に沿って、一般会計への繰り入れをしていくと。で、これ、柴田さんですね、柴田さん、富山で地方で議会にずっとおられたりして、非常に政治に精通しておられますけれども、やっぱり今、塩川大臣のお話なさいましたけど、定量的に額は出せませんけども、やっぱり社会資本整備特会を見ていただければ、やはり道路や港湾やですね、これらの特会がなくなるというのは、これは大変なことだと思うんです。で、これを一般会計に入れて、やはり透明性を増していくことによってですね、使われ方の無駄は、やっぱり議会の中でもチェックをしていただくし、我々、財務省から見てもですね、これは予算編成の中でやっていく。そういうことが結果的に積み重なって、量っていうのは吐き出されてくる、つまり、ものだと思うんです。効率化っていうのはなっていくものだと思いますから、そういう意味ではですね、特別会計を17から11にしたっていうのはですね、単に一本にまとめたんではなくて、かなり大胆な、この改革に私は繋がっていくし、そのことは今までの政治のルールから言うと、やっぱり地方なんかで意外と戸惑いもあるかもしれません。しかし、それはご指摘のように無駄をできるだけ排除して、やはり母屋に全部入れると。離れをできるだけなくすということですから、意義のあることではないかなと私は思っております。柴田匠君。じゃあ次にですね、この積立金ですが、先ほども指摘がありますようにですね、この適正規模や水準を定めていないのが23積立金あるわけですね。で、その合計が142兆と今、そこまで上がってきております。で、6つは、先ほどもお話がありましたように、持ってはいるんですが、これも、自分たちでこう作っているわけで、それが適正かどうかという問題もありますが、23の積立金はそれすらないので、判断のなかなかしょうがないというのが実態であります。で、これは実は、数年前にですね、やはり会計検査院がこのことについて指摘をしてきたにもかかわらず、各省庁は無視をし続けてきたということでありまして、やはりこれを適正水準、あるいは適正な規模、水準をですね、しっかり具体的に示すということが、私はこれ極めて大事なことではないかと、思うんですけれども、確かにですね、1月に閣議決定された特会改革の基本方針で、積立金等の規模、水準の明確化の必要性は指摘をされておりますが、じゃあ、いつまでこれをやるのかと、期限は切ってありませんし、どのようにやるかは明示はされておりません。やはりこういう状況を放置しているのは極めて、大変なことだと思いますので、どのようにですね、これはやっていかれるのか、
適正なその規模や水準を早急にやっぱり定めてですね、情報公開すべきと思いますが、どうかお尋ねをしたいと思います。はい、安住財務大臣。その下段の部分ですけども、これ、それぞれ個別特会によって事情は違います。例えば地震保険や外為、財投、エネ特、労働保険、食料安定なんかは積立水準上限の開示というのはあるわけですね。ところが問題なのは、例えば国際整理基金とか労働特会なんかは、分かりやすく言えば定率繰り入れの問題がありますから、この一時的な時期のずれで、非常に変動しますし、労働特会については、ご存じのようにこれは失業給付等で非常にこれも変動します。ですから、そういうものを定量的にこう決まった目安というのはないと、なかなかそれは出せないと。でそっちの方の額が非常に大きいわけですね。ですから、先ほど前に言ったように、この積立水準や上限が分かるものはしっかりとそれは出していきたいと思っております。柴田巧君。いずれにしてもですね、こういうしっかり規模や水準を定めるようにしてもらわないと、会計検査費も検査ができない、我々国民も議会もですね、よくわからないということになるわけで、ぜひその情報の開示、透明性を高めていただきたいと思います。で、私ども、みんなの党はですね、埋蔵金の発掘活用、財政見える化法案というのを近いうち参議院に出させていただいて、国会の判断によってですね、こういったものを一般会計に繰り入れる可能にしたり、情報開示ができるようにしたいと思っております。いずれにしても、増税の前にやるべきことは、山のようにあるということは明らかになっなっていますので、しっかり、そのことをやっていただきますように申し上げ、我々もまたいろいろ注文をしていきたいと思います。どうもありがとうございました。